せーの、じゃんじゃーん、こんな感じです。これ家族からのお守り、中国の伝統的な工芸のものです。あと、あ、これ、じゃんじゃーん、伝統の歯ブラシです。これはね、リヒト君と一緒に買いに行ったんですけど、マジでその感覚が違くて、もう毎日の楽しみになってきました。あとこれ、2つのカメラ、デジカメとチェキです。やっぱ合宿ってたらね、もうみんなと写真いっぱい撮っていきたいです。これからは合宿に向けて全力で頑張っていきたいと思います。最高なデビュー曲を仕上げていきたいと思います。頑張ります。バイバイ。